オンリーワンチャンネル。はい、オンリーワンチャンネル始まりました。大中です。よろしくお願いします。このチャンネルはですね、社長様、経営者様、そしてオンリーワンの方、そういった方々をインタビューリレーションという形でご紹介させていただいている番組です。そしてその中で伺っているのが、覚悟の瞬間、そしてオンリーワン、またパワーソングですね。そういったものを伺いながら、人となりをご紹介させていただいている、番組となっておりまして、そして今日はですね、こういった、オンラインというかですね、つながさせていただいておりますが、なんとですね、もうこれは私の先生が今日は出てくださってますので、ぜひ皆さん、要チェックしてくださいよ。ご紹介させていただきますのが、株式会社ストーリーの代表でいらっしゃいまして、スピーチコンサルタントの松下貴美子先生です。よろしくお願いします。あ、大地さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。僕ずっと先生って呼んでいいのかしら？いや、やめてください。先生だなんて。はい。多分同じぐらいの年代じゃないですか、はい、年齢。はい、年代はね、一緒なんですけど、もうテレビのね、もう大ベテランなので、私いやいや、やめてください。恥ずかしいです。いやいやいや、そんなところからね、お話を、いろいろ進めていきたいわけなんですけど、そしたらね、先ほどから、ちょっと先生っていうのは、今後は、きみこさんと呼ばさせていただきますが、ぜひぜひ、はい。はい、そんなきみこさんなんですけど、どんなお仕事されてるかというところから、まず教えていただいていいですか？そうですね。今メインは、はい、スピーチコンサルタントとして経営者やリーダーの方の、話し方を指導させていただいてるんですけれども、ただね、私話し方を指導しない話し方を教えない話し方講師っていうふうにも名乗らせていただいていて、結局話し方って手段なので自分の行きたい未来に行くための、方法として話し方を教えているっていう、ちょっと自分の中でのね、なんかこう思いがあって、ご指導させていただいているのが、一つと、あとはですね、アナウンサーになりたい学生さんとか社会人の方を内定させるコーチっていうのもしています。で、これは、私が得意とするのは実は、例えば銀行員ですとか、介護士とか、この職種からアナウンサーになれるのっていう子たちを内定させるのがめちゃくちゃ得意なんですよね。で、それも実はスピーチコンサルタントと一緒で、行きたい未来に、導いていく、一緒に、叶えていくみたいなね、そういうことをやっているのと、あとね、私3本柱でもう1個あるんですよ。はいはい。もう1個は、やっぱりアナウンサー経験を生かして、伝えていきたい、発信をしていきたいけれども、どのように自分を発信していけばいいのかっていうね、個人の方から、それも経営者の方まで幅広いんですけど、オンラインで発信力を高めて選ばれる人になりたいっていう方々のための、講座っていうのもやってます。これが私の3つの授業の柱になってます。うん、ああ、素晴らしい。もう選ばれたい。もう選ばれてるじゃないですか。いやでもね、やっぱりこう なんていうのかな、やっぱ自分の中でこうどちらかというとその、テクニカルっていうんですか、最近特に僕なんかよく言われるんですけど、キャラ作りとかね、そういったものとか、なんかこう例えば他の人と全然違う特性を見出すためにどうしたらいいんだみたいな、よく話をするんです、でよく言われるのが、マルチみたいなことをよく言われて、何でもできるねって結構そういう人多いじゃないですか。はい。でもマルチの人って結構メディアでは使われづらいじゃないですか。何でもそうですね。なんか特化してる方がいいっていうふうには言われてますよね。そこら辺をですね、実はきみこさんのところでは、なんていうのかな、人の特性みたいなものをこう見出して、それをこうなんか自分の強みにするみたいな、そういったやり取りをされていらっしゃるじゃないですか。そこの部分ぜひ教えていただきたいんですけど。ぜひ。そうですね。もともと皆さん必ず、個性とか強みはあるっていう前提で、やっぱりその大地さんの場合だと、例えばパラグライダーでしたっけ？あ、そうですね、はい。ね、とか、なんかいろいろもうプロ級のいろいろなんかスポーツとかやりこなしていて、もう本当にすごい人だよねっていうふうに私たちからすると見えちゃうんですよね。だけど、じゃあすごいその人が実は陰ながら、例えばどういうこうステップだったり、どういう苦労とか、どういう思いでやってきたのかって言ったところに、実は強みがあるよっていうのを掘り起こしていく。そっちが大事かなっていう。なるほど。すごさは実はいらないというか、やっぱすごい人って近づきづらいじゃないですか。はい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 。だからすごいけれども実はこんな面があるよっていったところにこう強みがある。なるほどね。うん、それは一言で言うとギャップっていう言い方をおっしゃってもいいんですか？
うん、ギャップもあるけれどもギャップじゃない場合もありますよね。なんか両方ですね、うん、あのギャップで引きつける方法ももちろんあるんですよ、うん、だけど全員がこの世の全員がギャップがあるわけではないじゃないですか。その時はなんか逆に統一感、あ、やっぱり昔からあなたってこういう人だったんだよねっていう、それもそれで強みなので、うんうん、もうなんか人それぞれにっていう感じですかね、私が考えてるのは。なるほどね。じゃあもうその人その人のその強みみたいなものをこうカスタマイズしていくっていうか、まあさっきの3本柱じゃないですけど、うんうん、そういったところで、まあその人の本当になりたい自分にこう導いてるみたいなお仕事っていうイメージでいいのかしら。あ、そうですそうです。で、うんうんうん、結局あの人それぞれね、さっきそのオンラインで選ばれたいとかアナウンサーになりたい、うん、またはあの経営者リーダーとして選ばれたいって、なんか選ばれたいだけは一緒だけれども全然こう属性が皆さん違うじゃないですか。うんうんうん、ね、うんうん、でも。うんうん、たった一つ一緒なのはやっぱりね、心のどこかに自分は自信がないっていう気持ちがあるんですよ、うんうんうん、どんなにすごい人でも、うん、どんなにすごい人でも無理なんじゃないかなとかダメなんじゃないかなとか、一歩自分の夢を叶えるのにこう前に出られないみたいな方って実はすごくいて、うん、でもあなたにはあるよって、あなたにはちゃんとそれを夢を叶えるだけのエネルギーと個性と強みともう全部持ってるよっていうのを教えて一緒にそちらの未来に行くみたいな。なるほど、ね、そんな感じです。すごい超今有料級の話今聞いちゃってる感じなんですけど。あ、本当ですか。 いいんですか、大丈夫ですか。あ、もちろんです。いやすごいな、まあ、嬉しい。まあ、そしてあのここからあの覚悟の瞬間でちょっとお話を伺わせていただけたら嬉しいかなと思っているんです、うん、あの今のお仕事をされていらっしゃるそのご自分の中のいわゆるゼロイチですね、うん、もちろんいろんな、ね、あの思いもされていると思うんです。そこをぜひ教えていただきたいんですが。そうですね、覚悟の瞬間、うん、実はね 今なんですよ。今っていうかここ最近が覚悟の瞬間かなと思ってるんですけど、はいはい、あの実はあの今度あの本を出版させていただくんですね、話し方本。 ありがとうございます。まだねこの今の段階ではタイトルちゃんと決まってないんですけど、やっぱりテーマは選ばれる人の話し方にはなってくるんですね、うん、で実は私その、まあ、自分が選ばれるために例えばアナウンサーになりたい人とかその経営者スピーチとかも、まあ、あちらから来ていただけるようになんかなんとなくこう自分の世界を松下君子ワールドを作り上げていて、うん、だから私に例えば変な話こうクレームを言ってくれる人もいないし、うん、まあ、正直松下さんに教えてもらいたいっていう人たちしか出会ってなかったので、ここ最近なんかこう嫌な思いって全くしてなかったんですけど、うんうん、本を出すって決めて執筆を始めていて、で、ちょっと自分もねいろいろなあの方々との出会いがあって一歩自分が今までいなかった世界に出たところ、うん、なんかねあまり言われたことのないようななんかいろんなことを言われたりいろいろななんでしょうねアドバイスだったり注文だったりなんでしょういろいろなことを言ってくださる方がいてなんかすごく嬉しいんですけど、うん、なんかこうやっぱり一歩外に出ると意外と怖いことっていっぱいあるのねって思っちゃったんですよ。だけど逆に言うと、あ、私って今まですごく狭い世界にいて一歩飛び出るといろんな価値観のある方がいらっしゃって、なんかそれで本もね一冊でやっぱり終わらせたくなくって、私がすごく伝えたい思いってまだまだあるからもっとどんどん出していきたいし世に出ていきたいってちょっとすごい野望みたいな気持ちがあって、でそれごとにやっぱ人はねいろんな価値観があるからいろいろ言うかもしれないけれども、私が伝えたいことを伝えていくために私は自分の足で立って一歩ずつこれからも進んでいくぞみたいな、うん、そんな気持ちでいる今が覚悟の瞬間だなって思ってます。いやじゃあ逆に言うといいタイミングなのかもしれないね今回のね。あ、そうですね、本当です、うん、本当です。うん、誰が見てるかわからないみたいな YouTube もまあでもそのなんていうのかな、等身大のあの君子さんを見ていただけるっていう意味では僕はめちゃくちゃいいタイミングなのかなと思ったりもしますけどね。わあ嬉しい、うん、ありがとうございます。いや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 、うん、まあなんか持ってるってことですよ君子さんが。うん、ありがとうございます。いやそうですね、そういう意味ではいろいろなご縁とかタイミングには
選ばれてるかなみたいな感じはします。なんかね、その引き寄せ感みたいなものはね、ちょっとこの後のまた後半にもちょっと伺いたいところではあるんですけど、じゃあここで一回ブレイクしたいなと思いますので、パワーソングを教えてください。あ、はい、牧原紀之さんのどんな時もです。またこのセレクトポイントは何でしょうか。いや、これもね、最近の話になるんですけど、たまたまテレビをつけたらこの曲が流れていて、で、たまたまその日に私が仲良くさせていただいている経営者の方の誕生日だったので、なんかおめでとうのメッセージと一緒に、この曲すごくいい曲なんですよって、それこそ YouTube のなんかリンクをパンって送って、まあ喜んでいただいたんですね。はいはい、で、逆に私その後にその YouTube のリンクを何回も何回も聞いちゃって、あ、そのね、社長さんに送りたかったのもあるんだけど、本当はこれ自分に送りたかったんだってなんか気づいて、なんかね、うん、大人なんだけど涙しちゃったんですけど、で、まさにそう、大地さんがさっき等身大のきみこさんがって言っていただいたじゃないですか。はい、で、この曲の歌詞覚えてます？どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、あ、声が出ないね、だから、あ、私は私らしくありたいし、なんかそういう風に言っていただきたいんだなって、さっきの話とちょっとリンクしちゃうんだけど、やっぱり自分らしくちょっと振る舞って外に出たら、なんかおいおいみたいなことをちょっとなんか言われるというか、これからもっとあなたは世に出る人なんだから、もっとこういう感じでやりなさいとかっていろいろ言われたりもしたんだけど、なんか逆に、それはそれでいいのかなっていうか、自分らしく、やってこうかなみたいな、なんかね、すごいそれも自分の中での引き寄せですね。いや、でもそれってやっぱあれですよね、きみこさんが普段からこうアンテナ張ってるからなんじゃないですか。あ、そうなのかもですね。そうですね。だと思います。なんかね、そこはもうすごくやっぱりこうずっと感じるんですよね。いろんなその SNS 媒体とかを見させていただいてても、なんつうのかな、こう発信をしてるんだけどキャッチをしてるっていうイメージなんですよね、見てて。すごい、大地さん。インタビュアーの鏡ですよね、しっかりと。本当に、すごい。いやいや、これはきみこさんから教えていただいたんですよ。そういった文面がちゃんと入ってましたからね。ああ、そうですかね。いや、でも本当に素晴らしいですね。いやいや、とんでもないです。ありがとうございます。はい。じゃあ、まあ、そんなことで、まあ、どんな時もね、ちょっと歌の先生にも今後なってもらいたいなってちょっと思ったりもしますけど。ちょっと、ああ、みたいな。そうですね。スピーチコンサルタントだからといって、歌がうまいってわけではないんですよ。はい、まあ、じゃあそこは、あなたは別。新たなあれとして、自分の特技としてぜひ。そうですね、はい、ありがとうございます。まあまあ、じゃあそんな中でですね、まあこの、まあなぜこの歌の話からここに持っていくかというと、やっぱり会社名がストーリーって名前じゃないですか。で、ウェブサイトも見させていただいてるんですけど、その、まあ、いわゆるその今のお仕事に向かっていく中の変遷みたいなものがあると思うんですよね。で、そこは文面でもちろん見てもらえばわかるって話もあるんですけど、そこはともきみこさんの声でこう教えていただくと、またちょっとこう抑揚もついて、こうなんていうのかな、ボリューム感も出るんじゃないかなというふうに思いますので、はい、そこのストーリー部分を教えていただいてもいいですか。あ、はい、ぜひ、ありがとうございます、はいはい、そうですね、どこから話せばいいかな、アナウンサーになったところとかじゃなくて仕事のところ、まあ、仕事、まあ、アナウンサーのところがいいかな、まあ、一番最初の部分がね、その彼氏さんにみたいなところが私は彼氏さんにってもう言っちゃったみたいな感じなんですけどそうなんですよ、私、はい、これも鉄板ネタなんですけど、アナウンサーになったそもそもの理由は、大学3年生の時にお付き合いしていた彼氏に振られたことがきっかけだっていうことなんですよ。当時その旅行に行きたいなと思って、コツコツと旅行の代金を貯めていたんですけれども、ちょっとお別れすることになっちゃって、時間はある、貯めたお金が、まあ、ちょっと赤裸々に言うと20万円ほどありまして、この20万円どうしようかなと思った時に、パーッと使っちゃうっていう方法もあったんですけど、私が決めたのは、自分磨きをしてその彼氏を見返してやろうと思ったんですよね。で、その手段がなぜかアナウンススクールだった。女子大だったんですけど、私の女子大でちょうどアナウンサーになったっていう先輩がいらっしゃって、あ、うちの女子大からでもアナウンサーってなれるんだっていうのと、女子アナみたいにすごくこう綺麗というかね、なんか皆さんが憧れるような存在になれたら、この2つの掛け合わせで当時の彼氏を見返してやれると思ってアナウンススクールに行ったんですよ。
そしたら私はまあ自分磨きをしたい、でもみんなはアナウンサーを目指している、なんか波に揉まれるかのように、あなたも受けるんでしょって言って、はい受けますみたいな感じで、うんうん、受けることになっちゃったっていう、そういうストーリーですね。なるほどね。まあでもそれをもう経てというか、まあ、あのまあ文章にもありましたけど、まあ、一般ね、あの就職もされて、でもやっぱりなんかこう煮えきれないというか、まあ、捨てきれない思いみたいなものがあって、こう戻ってったっていう、まあ、そこら辺もですね、ぜひぜひぜひ。その通りです。うん、だからやっぱりもともとなりたいっていう感じで受けたわけじゃないので、すぐに諦めてしまって、ああダメだと思ったんですけど、うん、やっぱりその時に頑張っていたスクールの友人たちがみんなテレビに出てたりとか、大変だけど頑張ってるっていうような、まあ当時笑えるんですけどファックスですよね、あの、うん、ファックスとかでなんかメッセージくれたりとかしていて、で私その時に、あの時に 100%120% 頑張ってたのかなっていうやっぱり思いがあって、もしあの時にちゃんとっていうかね、もっと頑張っていたら私はテレビの向こう側で喋っていたのかもしれないっていう、なんかその可能性をちょっと感じちゃって、うんうん、で何もねしてないのにって、うん、そこで奮起して、またこう頑張ってやっていこうって思ったんですよね。あの時の自分は褒めたいですね。それがあっての今なんで。いや素晴らしい。まあ、そして、この後は多分じゃあここにキャリアが出てくると思うんですけど、まあ、あの佐渡の方に行ってね、あの通ってそうそうそう、はい、で、まあ、そしてあのこう、まあ、キー局というか、あの準キー局か、そういったところもこう入っていきながら、あのまあ、アナウンサー歴20年をなんかこういいですね一体何歳なんだって感じですよね。いや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 、まあ、でもね本当にさまざまな私たちがよく知ってる番組とかもご担当されて、で、まあ、そのなんていうのかな、その20年キャリアをこう本当に生かして今に至ってるっていうことじゃないですか。そうですね、はい、なんでそこの今 の, その仕事に今度な、まあ、仕事を立ち上げたというか、うん、ね、あのキミコさんにしかできない、これ多分オンリーワンって話になってくると思うんですけど、うん、あのキミコさんにできない しかできないものっていうものが多分ここで生まれたんじゃないかと思います。この部分を教えていただいていいですか。そうですね、もう一言で言うと、うん、共感ストーリーが私にとってのオンリーワンです、うん、まあ、あの共感ストーリーで、R がついて商標登録も取らせていただいていて、うん、まあ、何なのかっていうと、まあ、自分の経験とあと眠っている思いを引き出させていただく、私が引き出させていただいて語れるようになることで、まあ、選ばれる自分になるっていう、うん、まあ、簡単に言うとそれが共感ストーリーになるんですけど、あのずっと気づかずに私はあの自分の経験と思いを語り続けてずっと選ばれてきたんですね。で、あの選ばれるっていうと、例えばビジュアルがね、あのすごい美男とか美女じゃなきゃとか、やっぱり高学歴じゃなきゃとかっていうイメージがあるんですけど、私は本当普通の大学だし、別にそんなにこうなんかミスなんとかとかにもなったこともなければ、なんかその他大勢の一人って感じだったんですけど、それでもやっぱり選ばれ続けてきたっていうのは、うん、まあその選ばれたいポイントポイントで自分の何をしてきてどういう価値観を持っていて、そして、うん、こういう思いでやってるんだよっていうのをずっと語り続けてきて選ばれてきているっていうことを、まあ、最初はアナウンサーになりたい学生さんとか社会人の方にやってたんですけど、うん、で前日ね申し上げた通り、だから銀行員とか全然関係ない職種からもアナウンサーになれちゃうっていうのは、要は自分のストーリーを語ってることで、あこの子いいよねで選ばれるっていうことになんかね、ゆくゆくっていうか後にね、あの気づいて、でこれって別にそのね、アナウンサーになりたい皆さんだけじゃなくって、まあ、広くですね、まあ、企業の経営者の方、リーダーの方で、あともう企業もそうなんですよ。企業もこれから選ばれないと生き残っていけないときに、自分のスペックとかテクニックとかばっかり語ってるだけではやっぱり心に響かないから、うん、いいことでも、そしてなんか悪いことでも全然よくって、自分がどんなことをやってきたのかっていうのを語っていくってすごく、うん、大事。それがあり方を見せていくための、まあ、手段が、先ほど申し上げた共感ストーリーだなって、それが私のオンリーワンです。いや素晴らしい。まあでもあれですよね、こうご自分のそのストーリー語ろうと思った時に、やっぱりどうしても、まあ
我々はまあ多少ね訓練してるから、うん、そこを例えば1分間でどうぞとかって言われた時に、じゃあエレベーターピッチができますとかね、まあ、それはテクニカルっていう部分じゃなくて、その話の段組だと思うんですよね、その部分っていうか、うん、そこも多分ね教えられてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、いわゆる1分であの人の心をまあ掴むというかですね、あの自己紹介っていうのもなんか一つのテーマとしてやられてるじゃないですか。あ、そうです、そうです。はい、そこの部分をぜひ教えていただきたいんですけど。そうなんですよ、自己紹介って、うん、まあ、皆さんね自分を紹介することっていう風な認識、まあ、止まりかなと思うんですけど、うんうん、やっぱ初対面の方の心をつかんで、つながっていくとか、それがまあ正直、まあ、お仕事につながっていくっていう、もう本当にまあ素晴らしい、なんだろうな、うん、出会いのきっかけになるものなんですけど、なんかそれをすごく大切にされてない方が多くって、すごくもったいないなと思ってるっていうのと、そもそもね、アナウンサーの試験で必ずあるのが自己紹介なんですね、うんうん、1分で、でだから1分語れば、あ、この子いいよね、でもっと話したいってなるのか、1分語ってもらって、あ、申し訳ないけど、うん、ちょっと興味ないかなって、もうね、もう本当1分で全部、学生さんだったら二十何年間生きてるのが全て見えちゃうし、私たちだとやっぱ私たち年齢の全ての あり方が全部見えちゃうのが自己紹介なんですね。だから、その1分で心をつかむっていうのも、まあ、要は、まあ、ストーリーを語っていく、でちなみにその15秒のエレベーターピッチって話、15秒では正直語れないんですよ、共感ストーリーって。共感ストーリー時間が必要なんですよ。だからやっぱ1分は必要なんですけど、うんうん、でも1分あれば人の心をつかめる、短めのねストーリーが語れるので、それで、出会いのきっかけをつかんでいく、うん、うん、なので私実は10年ぐらい前からずっと自己紹介を教えてきて、自己紹介しか教えてないっていう時代もあるんですよ、うんうんうん、子供が生まれたばっかりで、セミナーとかそういう、こう外に出て仕事ができない時代に、教材を作って、自己紹介だけの教材っていうのを作って、オンラインで、うん、もう10年前から販売してるという。いや、素晴らしいと思う。でも、まあ、その中で、こう、なんていうのかな、もういくつもですね、実は気になるところがやっぱあるんですけど、この部分の話だけでも。例えば、喜怒哀楽を全部入れた方がいいじゃないかとか、そういう話もあるじゃないですか。あとは、自己紹介、あとはその全部を語らないで、こうなんていうのかな、次にもっと聞かせたいっていうふうに思わせるような持ってき方もあるってやっぱ言うじゃないですか。まあ多分それは全部だよって話にもなるのかもしれないけど、どうなんですかね、うん、キミコさんとしてすごい大事にしてるポイントってどこなんでしょうってところ、そのストーリーを語る上でっていう意味で大事にしてるポイントは、まずはもう本当一つに絞るです。うん、うん、まあ、たくさんね、お話しするっていうのも、まあ、ありはありだと思うんですけど、うん、やっぱ1分で語れるっていうのは意外と少ないんですよ。うん、文字数って分かります？だいたい1分でどれぐらい語れるか。さすがですね。はい。そう、だいたい300文字ぐらい前後って言われてるんですけど、うん、まあ、その中で語ることで、結局その語ってる時間が大事だと私は思ってなくって、うんうんうん、語って興味を持ってもらって、その後に、そういえば先ほどおっしゃってた、自己紹介でのあれなんですけど、どういうことなんですかとか、なんかそうやって声をかけてもらえるように話を作っていくっていうのがすごく重要だと思ってます。だからやっぱそこにうまさとかじゃなくって、うん、記憶に残るっていうことと、声がかけやすいなっていうことと、あとは、うん、一つに絞る、うん、話の内容ですよね、うん。それでインパクトに残っていく。うん、っていうのが大事にしてるとこかなって感じです。素晴らしい。まあ、こう例えばこう、ね、やっぱりさっきからの話でやっぱりありますけど、いわゆるテクニカルなことを教える人がすごく多いんじゃないか、正直なこと言うと、うん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 、そうだからなんかでもそこじゃないんだなっていうところはね、もう全然こう差別化されるっていうか、もう本当にキミコさんしかない、まあ、わざと言い方はないな、なんかこう持っていく雰囲気というか、そういったものってすごくありますよね。あ、本当ですか、嬉しいです、うん。いやもう実際もこうやってねお話しさせていただいている中でも、なんで僕ずっとさっきから思ってるんですけど、なんでこんなにお話ししてるだけなのに引き込まれるんだろうって、そこに、え、嘘、嬉しい、褒め上手ですね。いやいやいや、すごいね、そこを紐解きたいって思いながらずっと聞いてるんですよ。いや、最高のインタビュアーですよ、大地さんは。いや、とんでもない、とんでもない。でも本当にね、なんでしょうね、すごいな。そこがね、本当に松下君ここにありっていうね、そこが
本当僕的にはね一番感じてるところ、ちょっとあとで5分ぐらいあるからその中で絶対見つけたいと思うのでじゃあまあ、まあ、面白い、まあありがとうございます。じゃあ、そんな中で今後ですね、こんなことやっていきたいっていうね、まあ、展望の部分をぜひ教えてください。ありがとうございます。そうですね。うん、私も、まあ、今まで一人でずっと、コンサル講師業をしてきたんですけれども、うんうんうん、まあ、去年から、実は、講師の方に、まあ、お願いをしているんですね。で、その講師の方っていうのは、私がもともと、アナウンサーになりたいけどなれないっていう子が、私の元で、学んで内定したっていう現役のアナウンサーの子たちなんですよ。うん、うん。うん。だから不思議なんですよ。7、8年前になれなかった自分、なれなかったっていう子たちが私の右腕というかサポートに入ってくれてて、なんかすごいこんな嬉しいことってないですよね。うん、うんうん、なのでまあそういうこう育成っていうのかな。うん、でアナウンサーって変な話潰しが効かない職業なので、喋り伝えることはすごく得意なんだけど、それ以外の仕事できない、うん、なんか伝えバカみたいな感じなので伝えることしかできないので、だからそういうこうなんていうのかな、第二の人生を生きていくアナウンサーの皆さんもいるので、まあそういう方々とこうつながっていって、なんかそういうこう、うん、まあ講師だけじゃないんですけど、何かそういうのもね一緒にやれたらいいなとも思うし、で私自身も実はもっともっと前に行きたいなと思っていて、まあ今オンラインじゃないですか、うんうん。オンラインだけど、やっぱオンラインだけでは伝えきれないから、やっぱり私直接会っていきたいんですよ。はい。で、まあ子供もね、いるんですけど、頑張ってって言ってくれるので、どんどん、全国各地に行って、直接、コンサルしたり、講師をしたりしたいです。やっぱり会うっていう、うん、その、肌感覚じゃないんですけど、やっぱ違いますよね、オンラインと。うん、うん、うん、うん。ね。直接皆さんとお会いして、どんどん伝えるって、発信するって楽しいよってことを伝えていきたいです。で、その先にはお仕事につながるとか、自分の夢を叶えるっていう未来が待ってるよっていうのを直接お伝えしていきたいと思ってます。いやー、素晴らしいな。わかった。もうね、きみこさんの一番すごいところが今わかりましたわ。え、なになに？いやーね、間の取り方がすごく上手なんだね。テクニックじゃないですか。いやそういうことじゃなくて、テクニカルの話じゃなくて、こうなんかちゃんと人の心をつかむのを待ってくれてるって感じなんですよね。そうなの、嬉しいな、うん、なんかもう本当に僕は多分そこにもうなんかわしづかみされてる感たっぷりなんですけど。あ、なんか嬉しい。でそもそも私が話し方はうまくなくていいよってなぜ言い出したかっていうと、うん、私が話し方が下手だから自信がないから話し方はうまくなくていいよっていうところがまあ起源なんですよ、今思えば。うん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 、だからそうやってね、うん、大地さんに褒めていただけるとなんか良かったなって、報われたなって、一応プロとしてやってきた甲斐があったなって思います。いや、まあ、本当に、私レベルで本当にその、ね、言わせていただくのは、まあ、もう僭越なわけなんですけど、いやでもね、いや本当にね、まだまだ実は伺いたいことがあるんですよ。あとね、お伝えしたいこともあるんですよね。例えばこのストーリーの中にもありますけど、ストーリーにはたった一社、そしてたった一人に選ばれる力がありますと、ストーリーには対応性を生かしたコミュニケーションの力があります、ストーリーには共感され人を巻き込む力がありますっていうね、こういうの文面もですね、めちゃくちゃ素敵だなってやっぱ思いますし。あ、嬉しい。いや、なんかね、あとその写真もたくさん実はね、このウェブサイトにも載ってるんですけど、みんなキラキラしてるんですよね。そこをね、演出されてるのもやっぱきみこさんなんだなっていうふうにやっぱ思うし、こう、なんだろうなってね、なんだろうなってこの魅力を。なんだろうな。いや、っていうね、まあ、そこを、いやね、もっともっと多分、ね、深掘りしないとこう出てこないとこなのかなとちょっと思いながらですね、今日は素敵な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。またぜひ第2弾第3弾でお呼びいただけたら嬉しいです。もうぜひぜひお話しさせてください。まあ、本当ですね、今お話ししたような概要すべてこう載せておきますので、そちらのご覧になっていただきたいということと、もちろんね、チャンネル登録と高評価ボタン、そしてコメントもねいただけたら本当に嬉しいなというふうに思っています。そしてね、本当きみこさんのこと皆さんよくね見てください、してください。そして本当は直接お会いしていただくのが一番理想です。はい、っていうところまでお伝えさせていただきたいかと思いますが、じゃあ最後にぜひ聞いてくださっているリスナーの皆様に向けてメッセージ一言いただいてもよろしいですか。ありがとうございます、はい、
そうですね、やっぱり話し方とか伝え方って苦手っておっしゃる方たくさんいらっしゃるんですね、うんうんうん、でも本当にそのうまさではない、テクニックではない、ノウハウではないっていったところで皆さん勇気づけていただいて、勇気を、ね、持っていただいて、どんどん自分の思いを語ってってください。自分のことを語れば語るほどあなたのことが好きになって、みんながファンになって、皆さんが応援してくれますので、怖がらないで自分のことをもっともっと伝えていくっていうことをやってみてください。で、私ともぜひつながっていただきたいので、大地さんがつけてくださるということなので、はい、Facebook でね、無料のコミュニティもあって、オンラインになりますが、私と毎週出会える場もありますので、よろしかったらそちらで一緒に、発信力について学んでいただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。まあ、こうしてね、きみこさんからのエナジーチャージもね、ぜひしていただきたいなというふうにも思っております。で、最後にですけど、すごい無茶ぶりしてもいいですか？なんだろう、なんだ、怖いな、なんでしょう。僕ね、もうぜひ聞きたい、きみこさんが、お伝えするその1分で心をつかむ自己紹介松下きみこバージョン聞きたいんですが。怖いな。ぜひ1分で語れなかったらごめんなさい、うん、全然いいです。はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは、松下きみこです。スピーチコンサルタントをしています。で、アナウンサー歴20年で、ずっと話し続けていますけれども、そう言うと、松下さんって話し方が上手なんだよねって言われると思うんですけれども、私はね、全然話し方はうまくないですし、そもそも話し方は、うまくなくていいというふうに指導させていただいています。話し方を教えない、話し方講師の松下きみこと覚えてください。話し方はね、手段でしかありません。皆さんの行きたい世界に行くための手段ですので、皆さんのあり方をぜひですね、思いを語っていく、話せば話すほどあなたは好かれて、みんなのファンに、皆さんがファンになっていきますので、ぜひ怖がらずにこれからもね、発信していただけたらなと思いますので、もし自己紹介を学びたいなという方がいらっしゃいましたら、後ほど、こちらまでご連絡いただけたら嬉しいです。リアルだったらお声掛けください。松下きみこでした。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。なんか噛んじゃったんだけど。いやいやいや、全然、いやね、もっと聞きたい。いやいやいや、なんかすごいびっくりしちゃったんだけど。そう、これはね、ごめんなさい、最初からね決めてました。うん、いいですよ、いいですよ。はい、いやでもね、本当に、まあ本当に率直にもっと聞きたい、もっと知りたい、ってか会いたいって感じかな。本当ですか？はい、それはね、もう私無茶ぶりしたから、もう大地さんのこと信用しませんよ。やばい。まあまあまあ、まあまあ、そこら辺はちょっと許していただければというふうに、まあ思いますけどね。まあまあ、ということで、本当に今日はね、貴重な時間いただきまして、本当にどうもありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日のゲストは、スピーチコンサルタントの松下きみこさんでした。またお願いします。はい、ありがとうございました。オンリーワンチャンネル。